はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイッシュです。今回は信長内房総総戦国立志伝井伊直親でプレーをしていた鈴木、今は井伊利通ですね。井伊直親の嫡男、まだ若干6歳になったかな。井伊利通でのプレーをやっていきたいと思います。今浦上家攻略を任されてますので、浦上家に対して出兵をしていくというところからですね。出陣します。ではやっていきましょう。出陣します。出るぞ。必ずや勝つ。かかれ。表情を始めましょう。報告いたします。一番の勢力になっているの井伊家ではあるんですが、まずはこのすいません、すいません、この浦上家をねきっちりと攻略せしめていきましょう。でその後身の振り方を考えていきましょうか。まあ、きっちりとこの今川家の下で務めを果たしていくのか、あるいは独立という道を探るのか。表情を始めましょう。報告いたします。次雨ごけ攻略とかするときに寝返りの方策はしておけばいいですかね。受刑人が死んだか。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。そのため密談の使者はガシガシ送っておきましょう。ほとんど全員寝返るんじゃねえかみたいな、そういう状態を作っていければ理想ですね。で強いてはきっちりと毛利も滅ぼして天下に歯を唱えていきましょう。出陣するぞ。戻るとし。お、足軽組頭に若干6歳で就任した。表情を始めましょう。先月の収支です。そしたら家臣提案で攻略目標を雨子に変えていきます。出陣する。出陣するぞ。腕が鳴るぜ。援軍を出していきましょう。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。でそうこうしてるうちにこちらの調略が進むはずなので、その調略を待って雨川の高田を出陣します。お味方が捕らえられました。ご命令くだされ。先月の収支です。一番恐れてるのがそのまま味方の軍団の援軍が高田城に流れ込むパターン、これだけはね防ぎたいところですね。ご命令くだされ。先月の収支です。
しそのまま高田城に流れ込むということはなさそうですね。そしたらこの後軍勢を出していきましょう。高田城に表情を始めましょう。高田城先月の収支です。確認しておきましょう。高田城、天子義久が守る城で耐久が4500、徴兵が約4000という城ですね。ではここに対して長略内通をしてくれる人たちに、まずは三沢には寝返り、あとは全員伏線かな。誰も戦うやついないんじゃないかって感じだな。全員伏線なり寝返りなりするのはこの高田城。マジか、高田城ってすごいことになってるな。戦場へ参る。考えるとそんなに兵力もいらない気もするけど、まあ、一応念には念をということで、まあ、1万ぐらいの税で詰め込みましょう。これで高田城がサクッと落ちてくれれば腕が鳴るぜ。出陣します。承知いたしました。承知しました。よし、全員寝返りなりなんだりしてくれるぞ。で、この天子くんだけはどうにもならないわけだ。よし、では満を持して高田城攻めに入りましょう。かしこまりました。我が戦、お見せしましょう。まあ、天子も抑えてしまえばあとは毛利ですね。武田北条とは同盟ですからね、現状だと。表情を始めましょう。先月の収支です。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。さあ、このまま高田城をひねり取りましょう。加勢いたします。加勢いたします。で、高田城を取ったので、この後は残された孫の城を取りに行きますが、まあ、毛利元成が死んだというエピソードは飛ばしていきましょう。ご命令くだされ。先月の収支です。残された孫の城は長船、八幡、この2つか。その間に毛利がいるのか、邪魔くさいな。毛利と天子の関係はというと、毛利は天子を従属させているのかってことは、天子を滅ぼすには毛利と決戦せざるを得ないわけだな。いや、毛利もかなりでかいな。ただ長宗我部もでかいし、大友もでかい。で、武田も圧倒的だな。で、北条もいると。武将の数が本当に足りないな。武将の数、せめてやっぱ一つの城に対して3人ぐらいは入れていかないと、内政がね、成り立っていかない。待機せよ。
かしこまりました。お任せください。武田北条と決戦に及ばない限りは今川の優勢は決まったようなものではありますからね。表情を始めましょう。先月の収支です。ご命令くだされ。先月の収支です。まあ、序盤でやっぱり織田家を取る。出陣するぞ。出陣します。加勢いたす。お味方が捕獲されました。余裕がありますけど、待機せよ。サフネが信長に取られた。ご命令くだされ。先月の収支です。さすが信長だな。騎乗する。騎乗する。腕が鳴るぜ。兵力が動いてるけど、ここはすごい合戦場になってますね。先月の収支です。備中高松城は毛利勢と今川勢が大激突中って感じかな。で、今後の身の振り方考えると、その同盟をね、今結んでいるところと今川家がこのまま同盟を結んでいけば、まあ天下統一はできるかなと思うんですよね。その西を全部抑えれば、毛利、長宗我部、大友、大内、この辺りを全部飲み込めば、まあ、あの天下統一するだけの領地にはなるかな。ちょっと足りないかな。で、仮にですね、独立をじゃあ画策した場合ですね、利通が。そうすると拠点15、武将が32人についてきてくれると言ってるんですけど、まあちょっと厳しいかな。事前に武田とかとね、吉見を通じていれば別なんですけど、もし独立するんだったら、まず独立する前に北条と武田と今川のこの三国同盟を手切れにさせておく必要があるかなというところですね。で、じゃあそこまでやるかっていうところをちょっと考えていかなきゃそろそろいけないかなと思うので、もう少し城の数を増やしましょう。で、城の数を増やした上で、まあやっぱり独立するんだったらできるだけ領地が多い状態で独立したいので、そのあたりをちょっと見極めていきましょうか。なので、まずは長船を取られたのは痛いけど、絶対に取りたいのがこの八幡城かな。まあ、なんといっても尼子の武将がごっそり手に入るというのはとてもありがたいので、この八幡城に向けてかなりの軍勢を出していきましょう。絶対に取るっていうね。そうすればことごとく尼子の配下の武将たちが手に入るはずです。で、きっと毛利から援軍が出てくるでしょう、間違いなく。なので、まあ兵力は多いに越したことはないかなというところですね。まあ、約4万ぐらいの軍勢で攻め込んでいきましょう。出陣するぞ。出陣します。表情を始めましょう。先月の収支です。出陣するぞ。
また信長がハイエナコール出てきてるの。表情を始めましょう。先月の終始です。八幡城は和田さん、ここに信長が3900、まあ4000でハイエナ攻撃出てきてるな。出陣します。表情を始めましょう。先月の終始です。そこも独立という選択肢も考慮するようで絶対に譲れないな。八幡城の攻撃に負けない。我らが負けるなどありえない。ご命令くだされ。ここはもう跳躍だなんだと時間をかけてる暇はない。加勢いたす。出陣するぞ。押し潰しましょう。異常をするぞ。戻るとし。表情を始めましょう。毛利の城はやっぱりそう簡単には落とせないけど、逆にこの八幡城を取れば敵将捕らえたり。戻るぞ戻るぞ。毛利領を分断することができるんで、まあ少しは攻めやすくなるかなというところですね。侍大将に昇進した。表情を始めましょう。まあ、この勢いで今度は先月の終始です。毛利を切り取り自由にしてもらえれば本当に一大勢力になれる。あとは武将の数だな。いつも言ってるように武将の数さえちゃんと揃えば。毛利勢と激突中か。武田がこんなところにまで城持ってるってすごいな。どうやってここまで進出してきたんだ。武田と今手切れになると本当に大激戦になるな。北条と武田が手切れになるってことはあるのかな。ここでは伊達と北条がぶつかってますね。ちょっとそこも確認しましょう。どっちが優勢かっていうのは見極めたいの。うわー、ここは敵が我が領内に向かっております。北条が若干不利かなって感じだな。見る限りでだ。八幡城の方に敵の軍勢が迫ってるという話だったけど、八幡城にはどうだろう、援軍を出したいけどな。よし、これでだいぶ軍将を襲撃だ。表情を始めましょう。先月の終始です。でだ、敵の軍勢毛利勢約、元就はまだ生きてるじゃねえか。まあ71年かで、毛利勢が1万3000から5000ぐらいの軍勢に対して味方の数が全然足りてない。足りてないんでここは出陣するぞ。出しましょう。まあ、鳥取城に軍勢を出せば、まあ、鳥取城に元就が引くでしょう。まあそこだな。毛利勢がもし引かないとなるとちょっとだいぶ想定外にはなるけど、まあ確実に引くでしょう。
で合わせて家臣で提案で攻略目標を毛利に選定しましょう。敵が我が領内に向かっております。八幡城にさらに8400か、まあ、八幡城は敵にとっても最前線になってる。我が戦お見せしましょう。我が策戦場を制す。ただ表情を始めましょう。先月の終始です。八幡城を攻めていた軍勢が帰っていくので、これ追撃戦に入っていきましょう。鳥取で我が戦お見せしましょう。お助けいたします。これが戦の作法よ。出陣する。力を合わせ戦い抜くのだ。それなりの敵の数が入ってきてますね。なのでさらに八幡城の軍勢を出しておきましょう。ここは数の力でゴリゴリをしていきます。表情を始めましょう。報告いたします。ここは数を頼むにできるだけ毛利の城を取りに行っちゃいましょう。もたもたしてると味方の他の武家にせっかくの手柄を取られるんで。この戦、我らの勝ちだ。表情を始めましょう。先月の終始です。鳥取城も含めて取ったぞ。承知いたしました。吉明出てますね。他の今川家臣にもうこれ以上毛利の城を与えられない。騎乗する。一騎加勢に毛利を滅ぼしにかかりましょう。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。表情を始めましょう。報告いたします。加勢いたす。加勢いたす。出るとするか。出陣します。行くぞ。力を合わせ戦い抜くのだ。出陣します。待機せよ。武将に昇進して、ご命令ください。このままの勢いで報告いたします。出世街道をひた走りましょう。武将の数に余裕があるところがもう本当にない。毛利の城を取ったとしても人を配属できるのかっていうね、大問題があるけど、まあ、そこはもう気にしてる暇もないというか。おう、よく見たら結構この末盛城にも武将の数余ってる。ってことは毛利の城を全部抱き込んでもそれまでの間にさらに武将を増やしていけばなんとかなる。まずはこのガッサンと太城だな。力を合わせ戦い抜くのだ。敵将討ち取った。戻るぞ。騎乗する。
サンドラ城固いなよ。表情を始めましょう。ガッサンドラ城報告いたします。昔アマゴが本拠地にしていた城だ。出るとするか。かなり強固な作りになってる。かしこまりました。ここが貴様らの地獄よ。ここが貴様らの地獄よ。我が戦モールお見せしましょう。総力戦になってますね。ご命令くだされ報告いたします。さらに追加で軍勢を出せるところがあれば出していきましょう。もうここは兵を惜しんでいる場面ではない。前線を前へ前へと進めていきます。まあ、幸いその兵糧とか金に関してはもうこれでもかっていうぐらい余ってますからね。いやーでかくなってるな今川は。あなた方はもう終わりですね。ここが貴様らの地獄よ。敵将捕獲しました。待機せよ待機者。表情を始めましょう。さあ、では先月の終始です。引き続き毛利攻めをやっていきますが、ここでちょっと一旦今後どうするか、しかも近々のうちに独立するのか、このまま今川家臣として戦っていくのか。ちなみに今独立するとどういう結果になるかっていうのを見ていくと、拠点数が20、武将42人が、味方になってくれるということで、まあ、それなりの勢力にはなる感じですね。なのでちょっとそこは本当に見極めたいと思います。なのでちょっとね、皆さんからどっちのプレーが見たいか、このまま今川家臣としてまあ生涯を全うする、天下を統一していく、助けをしていくのか、それとも拠点20、武将42人をもとに独立をするのか、ここをちょっと検討していきたいと思います。ちなみに今独立をするともう四方八方敵だらけ、しかも今川ってことになるんで、まあ、それを避けるために少なくても今同盟を結んでいる武田、朝倉、北条、この辺りとは手切れをさせた上で独立っていうことになるかなと思います。まあ、ちょっとねその辺りも含めた上で今後独立するか、それともこのまま、家臣プレーを続けるかっていうのを皆さんのご意見とかもお伺いしながらプレーしていければいいかなと思ってますので、ぜひぜひご意見いただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。